するしない？それでは今回の匠ご覧ください。第4局オーラス6本場開始です。皆さん手配を開けてください。いろいろありまして、なんと6本場になりました。本当だね、なかなか珍しいけど。さあオーラスギリギリのトップ目、うん、ドラマロンワン、はい、あペーが今回統一。しかもいいですね、さっきに比べてまた形いいんで、形いいですし動きやすいですね、はい、そうそうそう、あのトントンがあるのがやっぱいいよね、安牌。はい、うん、確かにリーチ受けたらとりあえずトントンってしやすいし、うん、うん、さっきのペイ泣くぐらいなんで、今回ももちろん泣いていきます。はい、はい、さあどうだ、三層の受けができました。もうスピード優先です。はい、はい、両面作りたいで、チュンは対面に泣かれたら嫌なんで先に切ると。切りました。はい、この手はもし他のあの三層だったりウーパー層入った時に、うん、ペイとトンのシャンポンリーチって打つんですか？ああ、リーチはね、打たない。リーチ打たない。ですね。リーチを打ってしまうと、一旦2着目になってしまう。はーい。そうそうそう。天敗、天敗、親脳天がね、もう2着フィニッシュもあるし。やはりリーチ棒を出すような局面ではないと、うん、いうことですね。これが、トントンシャーシャーとか、両方高瀬だったらリーチはあると思います。ローンできないんでね、黙ってて。三層って仕掛けますか？三層はね、泣いていいです。泣いた方がいいですね。ウーパス層はね、ちょっとね、そこでと、チ。いただきます。ウーパス層からはね、ちょっとめくり合い弱くなるんで、微妙ですか？対面、例えば対面とのめくり合いとかは勝負するんですよ。でもね、両面からは泣かなくていいと思います。なるほど。はい。少し悩んでスーワンとしたのは、はい、まあ、やっぱりもうターツが十分足りてるんで、はい、スーワンの方が危険だなと、全員に対して今リーチ受けた時を想定します。ドラローワンですね、はい、特に対面からのリーチには降りることは結構少ないので、スーワンの方がもう打ちづらいなという差があったわけですね。はい、まあ、上地は3層統一落としでした、うん、これで両面が選べますね。どっちがいいですか？うん、枚数だとウーパソの方がいいんですけど、うん、上茶からの地位のしやすさだと両ピンですよね。うん、なので、あと自分の手もちょっとこれね、ここでさらに3ピン数ピン両面落としてペーポンだとなんかね、ちょっと換算層スタート地位スタートなことまで本一とかもちょっと意識しちゃう人がいる、出ちゃうかもしれないんで、はい、想像残さないようにします。あ、はい、以上のことを総合的に判断して6から、はい、あのリアンウーピンを採用します、うんうん、さあインチャンテンです。どれくらいまたペイがね、ペイ次第ですもんね。リアンウーピンは泣きますよね。泣きます。うん、でも結構早期決着してくれないとね、早いリーチはね、受けるとねベタ折りになっちゃうかもしれないんで、ロワンドラです。はい、これ今切るか釣り切るかですよね。どっちがいいでしょうか？まあ、後になればなるほどポンされやすくもなっちゃうけど、泣かれやすくなっちゃうけど、うん、やっぱりリーチに切り遅れる方が嫌ですね。先切っときましょう。いつも切り、はい、ポンだったりチーは入りませんでした。うん、対面がリー、対面には押し返すけど、対面に高い手を打って三茶落ちっていうのもあるんで、うんうん、ドラ引っ張るのはそういう意味でもダメですね。もうね、ここまでしたら対面とめくり合って負けるのももうしょうがないと思ってます。うん、はい、せめてその傷を浅くするためにね、3半52までなら、あの52でも7000宝珠なんで、まあ、ダメだな、ね、3着まで落ちるか3着になっちゃう。なるほどね、まあ、とにかく対面とめくり合うとしても安く済ませたいと。はい、はい、初は、あ、うん、出てない。まあ、ションパイなんで、全然アンパイとは言えないですけど、イーマンよりはマシと。うんうんうん、さあ、まだペイを顔を出さないですね。やっぱりね、上茶のラス目がね、結構本一に寄せてそうなんですよ。あ、リーチが入った。
うん、まあ勝負ですね。これこの相手はもう、はい、がむしゃらに戦うで合ってます。基本はそうですね。ただ順目次第ではちょっと天敗の粘り込みで、うんうんうん、はい、天敗と天敗で終わるも狙いたいですけど、はい、じゃあ現物です。一応ねウーピンが現物になったんで、はい、ペイ交通にできれば上がれそうですよね。ーウーピンポロリがありそうな、シャーチャーがやっぱり本一に行ってそうだからね。ただペイがいつ出るか持ってそうですよね。持ってそうなんだよね。今何も出てきましたしね。国士も見てたのかな。急走、まあ初の方がリーチ者には安全なんで初切ります。はい、おそらく上茶が集めてるんでしょうと。まあ、端っこの9ぐらいは全然打っていきます。はい。あと、親がね、はい、絶対来ると思う。あ、急走打てるようになりましたね。はい。あ、リャングピンが減ってきたか。上茶から出てこない。持ってないんでしょうね。ね、リャングピン持ってなさそうです。うん、ああ、これは結構嫌な牌引きましたね。ドラをまたぐ牌なんで、はい、問い面に補充した場合にね、3班、4班。でも問い面はね、きっと役割高いはダマ点になったはずなんで。役なしってことですね。まあ、G1 で打つと26か。リーチドライチか。まあ、あと裏次第。まあね、でも結局それで裏が乗ってもダメだね。やっぱりチーマンはちょっと嫌な牌引きました。はい、順目が結構立ったんで、だんだんね折りが回し打ち流局時天敗狙いっていうのがね出てきてるんですよ。それが一巡ごとに流局天敗狙いした方がいいっていう度合いが高まっていってるんですよ。一度確認なんですけれども、はい、この点差で天面のがリーチを打ってきたということは、うん、役がなくて、はい、そうですね。それがもう、まあ、間違いないでしょうね。絶対ですよね。はい、それで街の形が悪いかもしれない、うん、かもしれないです。それは役なしのいい街かもしれない、うん、それは分かんないです。街がいいか悪いかは分かんないですけど、まあ、役はないでしょうね。はい、うん、ってなった時に、うん、ドラが1個あるかないかの、あと裏次第での打てるか打てないかの基準で今、うん、判断をしている。そうそうそう。まあもちろん、上がり率っていうのは本当に低いんで、麻雀での上がりで、たとえ両面待ちだとしてもね、はい、2種類しかない両面待ちは、34種類の中から2種類を引き当てるっていう、積もるっていう確率は本当に低いんで、順目が遅れれば遅れるほど、流局に持ち込むっていうのがありなんですよ。流局に持ち込むときに一人天敗の場合は終わってしまってなおかつまくられてしまう。そうそうそう、親が脳天が本当に困るんだよね。そういうとき親脳天に備えて天敗もねなるべく見ながらっていう中のこの瀬戸際、はい、この順目、そうです。これはどうしましょう。あのパーピンもね危険牌なんですよ、はい、そば天の一つですよね。ウーピン切れリーチのカンパピン普通に7、9の形ですね。普通にあります。はい、はい、キューピンも2枚しか見えていません。ただまあまだまだ無筋が多いのでパーピンチーマンと切っていくか。でもチーマンとパーピンで打つとね、いやでもドライチ内臓はあるよな。リーチ思う裏の3着は本当に悲惨あります、ね、まあ本当に瀬戸際です。今トントンと回っていくか。でもギリギリテンパを取れるような手組みをしていかなきゃならない。あと考えるのは、無筋の本数がね、今残り何本あるかですよね。どうですか？多分言う人結構いますよね。ね、村上さんあたりは。ああ、言ってる。18分の1理論ね。無筋が残っ、まだそこそこ無筋残ってるんで、一筋無筋押すっても、補充率は低いと。さあ、キムさん、決断の時。いっちゃいましょう。とりあえずパーピンぐらいはいきます。はい。はい、まだペーポン G1 勝負は行きます。行きたいと。けど、次何か自分にとってのネガティブ情報入ると、一旦トントンになりそう。例えば今ね、リャンウーピンがね、4枚切れになってきてて。はい。薄くなりましたね。でもね。でもまだ残っていそう、山にも。そうね。これで、ちょっとね、無筋二つ勝負になってきて、まだ進まない。ちょっとね、トントン切りがかなり出てきました。
はい。はい。チーワン周りも吸収できる、テンパイ粘り込みのトントンが出てきましたね。うん、この辺で、ちょっとトントンいきます。やっぱウーピン、トントンいきます。はい。と思った後に、もうペーは仕掛けてですよね。はい、ペーは、そうですね、仕掛けますね。はい、やっぱりね、上茶が、本一向かってた上茶がペー、溜め込んでんのかなと。期待も薄くなってきてます。はい、こういうローマンを吸収できて、素晴らしいですね。はい。両面テンパイ復活が見えてきましたね。はい、出てきますね。はい。いやー、で、あとはもう、K 点もね、はい、OK です。ありますね。はい。もし、ウッパーワン出たら泣きますよね。あ、泣きます。その場合は、役割、はい、シャンポンです。リャンウピンチーはします？リャンウピンチーもします。はい。脳天がもう本当に。もう許されないと、はい、残り積も回数も減ってきた。テンパイ取れるか。あとはね、親がどうかですよね。ああ、ここで来た。ローピン、ロンの声、内臓でした。ロ、うん、6、うん、これは乗らなかった、はい、という結果でキムさん、うん、まくられてしまいました。まくられてしまいました。はい、はい。さあ、打ち終えました。キムさん、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。結果は2着と。そうですね、せっかくトップ目に立ったんで、いやトップで終わりたかったんですけど。いや、でも大体この、うん、あの途中まで見た方は、うん、キムさんラスだなと思ってたと思いますよ。私も思ってました。はい。だからここまでよく盛り返してきたなという中で、うん、そうだね、オーラスはジリジリする展開でしたね。カンリャンマンでもね、終わらせたかったし、ペーかリャンウピンがね、なければね、よかったんですけど。あと、匠幻のダブロンっていうのもありましたしね。いろいろありました。嫌なやつ思い出しちゃった。でも、こう喋ってみて、いかがでした？はい、かなり思考は伝えられました？うん、そうですね。90% ぐらいは話せましたかね。あ、かなり。はい。うん。もっとマニアックなことも考えてたりもするんですけど、うん、まあまあ、結構話させていただいて、僕も楽しかったです。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひまた、うん、違うルールでもよければ、はい、ぜひぜひ、はい、本当にいつでもお願いします、はい、中級以上の方にこう、うん、麻雀アドバイスするとしたら何を伝えたいですか？やっぱり今日僕何回も言った守備を大事にすることですね。初心者のうちは守備は考えなくていいんで、とにかく上がりに行ってもらって、うん、それがで上がることができるようになったら、本来の麻雀のね、80% ぐらいは上がれないっていうのを思い出して、うん、上がれない局での打ち回しをね、しっかり考えて打っていただければなと思います。はい。さあ、そしてここでキムさんからプレゼントがあるということで、はい、あります。視聴者の皆さんに、はい、今回一体何をプレゼントしてくださるんですか？はい、私が普段勤務しているノーレートのマースターっていうお店の特製マグカップに、おー、はい、こちらですね。はい、ありがとうございます。サインも、サインを入れてありがとうございます。はい、プレゼントさせていただこうと思います。はい、ぜひ皆さんご応募ください。はい、さあ、こちらなんですけれども、概要のところに応募フォームございます。こちらから皆さん、こちらのグッズゲットしてください。キムさん、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。以上、麻雀の匠でした。はい。